中ですれ違う似たような服を着た奴らとは違うのさ、そういう理由探してた。奇跡と呼ぶならそれでもいい。ある日僕が手に入れたお日様、形もわからない、とてつもなく強い力、完璧に乗りこなしたいのに、何かが追いつかない。大切なことさえ見失う、毎日は嫌だとしたら、夢の中生き抜いてやるのさ、その先に何かが待ってる。最高の夢を見た。次の日はいつもの日、現実という壁があった。自分自身には限度なんてないとずっと信じて、本当の意味さえわからない、とてつもな速いスピード、怖くない、壊れやしないよ、憧れていたものさ、大切なことなら大切に、夢も愛も何もかも捨てないでゆくのさ、確かめよ未来の自分、大切なことさえ見失う、毎日は嫌だとしたら、夢の中生き